ジャムっていうのがこんなにあるんだっていうのは見えてきてですね、それで、新婚旅行から帰ってて数日後に妻にこれちょっと脱サラしてジャム屋にしようかという話を持ちかけたのが、一番最初の始まりになってますね。いつもは 1,2 回つぶやいたら終わりなんですけどその時はずっと言い続けるし、企画書を書いて私に出してきたりしたので本気なのかなとかちょっと思ったんですけど、でもそこから別に何かする様子はなかったので、いいや、ちょっと実家の父に見せてやれと思ってその計画書をもう私の父に見せたんですけど、そしたら父は父で普通そこで結婚してすぐ脱サラとかってけしからんっていうお仕事さんもいると思うんですけど、うちの父は面白いって思っちゃったみたいで友達10人ぐらいにコピーしてまたその計画書を配っちゃったみたいで、でそのことを主人に言ったら今度主人が慌ててしまったんですけど、でももうそれがきっかけでいい土地が大島ならあるぞとか、果物も、うちの父がお寺の住職なので門徒さんたちが何を作って栽培してるかっていうのを全部把握してるので、あそこのイチジクとあの人ん家の小夏みかんととかいろいろ生産者まで父がもうピックアップして集めてくれたりとかして、どん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 その計画書が現実化していったという、最初はなので電力会社の社員でもあったので妻が、事業主として立ち上げて、で、3年か4年ほど夏休みだけ夏季限定オープンとかお店もしてですね、で結局食べ物ってこうリピートしてくれるかどうかっていうのはとても大事だと思うので、そういうお客さんたちが本当にリピートしてくれるような、商品を我々が作れてるのかどうかっていうのを知りたくて、3年ぐらい夏休みだけお店やってたっていうようなそういう時期もあります。そこから通年営業を始めて、で夏とかは結構この島自体がお客さんが来るような島なんでいいんですけど、秋も大体みかん狩りとかで、お客さん来てですね、で冬ってやっぱり島になんか遊びに行こうっていうようなそういうイメージがやっぱり皆さんなかったような島なので、冬になるともう本当に1日に1組なんとか今日も一組来てくれたみたいなそんな時代があってですね、これはちょっとやばいなっていう時期は本当にありましたね。その中でやっぱりもうこっちから季節1年契約でこちらからおすすめのジャムと果物などのセットを年に4回に分けて送るそういう商品を始めたりですとか、あと冬ならではのお芋とかそういうものをちょっとジャムにして売っていくっていうようなことをその中から思いついて始めたりしたことも、ピンチだったからこそ生まれたことなのかなと思ったり、ジャムってもともと保存食なので、例えばスーパーに行ったブルーベリージャムっていうのは年がら年中あって当たり前だったんですけど、うちの場合はそのジャムにもやっぱり季節感その時々の味の違いを本当に感じてほしいなと思ってまして、例えばブルーベリーも夏の果物なので夏に作り始めたらそれを一緒にお客さんと楽しんで、秋になったら秋になったで栗とかお芋とかそういった季節感のあるジャムの上させていただいてるっていうそういうこだわりと、あとはその原材料を作ってる方々をもう本当に大事にしたいという思いがありまして、やっぱりそういった方々が作り上げた果物に対して毎年やっぱり若干味が違ったりその土地とか農家さんによって味が違うんですね、同じ果物でもその味の違いを反対に楽しんでいただくようなそういうジャムの作り方っていうところに一番こだわってますね。もう本当にこの島が過疎化した原因っていうのは基本みかんが儲からなくて農家さんが自分の息子さんたちを継がせなくて、結局下の代がいないからどんどん高齢化して過疎化してっていうそれが一番の問題であって、でこれ僕としてはそらこのタイミングでみかんをタダでもらえるのはありがたいんだけど、あとこれが10年後20年後農家さんがいなくなった時にじゃあ原料誰が作ってくれるのっていう話になった時にそれはもうそ
その農家さんたちの次の世代が必ずあの農業を継いでいただけるような、そういう持続的なあの地域社会、地域経済を作らないと我々も先がないんだなというのが見えてきてですね、それだったらその、まあ、加工みかんとかもあの本当に加工用ってなるだけで本当に、ガソリン代にもならないぐらいの価格のものになっちゃってしまうんですけど、それの、まあ、せめて10倍ぐらいの価格はちゃんと取ってもらって、次の世代にその畑を継いでもらえるようなことに貢献したいっていうので、そういう価格設定、普通よりはちょっと高く設定させて出たりするのと、あとはその本当にジャムとして美味しい果物をやっぱり作っていただく方にはやはりそれ総合の、お返しもしたいというところで、普通だったら、みかんとかって、完熟したみかんが、まあ、市場に出回るんですけど、ジャムって砂糖をどうせ入れるので糖度が高い必要性はないんですね。で反対に香りとか酸味がしっかりしてる果物が美味しかったりするので、じゃあ普通の栽培よりは早めに収穫、もう緑色のみかんをあえて収穫してきてもらって、それを加工したのが実は美味しかったりするんですけど、それ専用にするには農薬の今度問題が出てくるので、それを、クリアするためにちょっと無農薬でそれは栽培してもらいましょうかとか、そういう栽培方法まで本当にこだわっていただいている農家さんについてはさらにきちんとした経済的な循環が生まれるような、そういう仕組みでやってたりしますね。最初はなんか変なやつがジャム屋やり始めたなみたいなのだったんですけど、だんだん皆さん の理解していただけるようになってからは本当にうちのジャム屋のために必要な果物を言ってくれたら俺が作るよみたいな、そういう農家さんが本当に増えてきて、でそこでまたどんどん新しい種類のジャムが生まれていくみたいな、そういう面白い循環に今なってますね。もう本当に果肉全体をこう味わえるような本来のマーマレードっていうのはこういうもんだっていうのをやっぱりうちとしては作りたいし、そういうまさしく人件費の市場にかかるジャム作りなんですけど、それをすることによって反対にこの過疎高齢の島でも雇用が生まれるっていう、そういう循環がとても大事なんだろうなと思っています。島自体がもともとみかんの島って言われて柑橘の生産がすごい盛ん でうちは実はその柑橘を使って年間70種類ぐらいのマーマレードを作ってます。マーマレードだけで70種類あるっていうのがとても面白いと思うんですけど、そのマーマレードってなんか多分皆さんイメージすると大体1か 2種類ぐらいの味しか思い浮かばないと思うんですけど、非常にバラエティに富んだマーマレードがあるっていうのがまずはおすすめなのと、もう一つは糖水に塗ってからジャムをパンに塗ってからオーブンで焼いていただくとさらに美味しくなるっていうような、そういうジャムもありまして、焼きジャムっていうジャンルで販売してるんですけど、そういったものは特に秋から冬にかけてはとてもよく売れてますし人気商品ですね。そうですね、うちみたいにやっぱり地域の産物使って地域で、まあ、雇用が生まれたりで、地域の人たちがうちの島にはこんなジャムがあるんだよ、オリサーディンがあるんだよとか誇りにしてもらえるような、そういう企業っていうのがやっぱりうちの島にうちのジャム屋だけではなくて何個かそういった事業をしてくれる人が生まれてくると、地域全体がやっぱりすごい底上げされて面白くなってくると思うんですよね。なのでできるだけそういった方々の新しいチャレンジは応援したいなっていうのが実はあって、全部ジャム屋がこの島全部やりきるぞっていうよりは、お互いこうそれに適した人が目を出してきたら一緒にやろうっていう、そういうイメージ、持続可能かつ自分たちにもちゃんと利益の回ってくるような仕組みを作っていくとかですね、その地域地域に合わせたやり方があると思うんですけど、うちの地域では、まあ、たまたまうちのジャム屋がジャムってぐちゃぐちゃ混ぜるっていう意味があるんですけど、地域をぐちゃぐちゃ混ぜたおかげでちょっと面白いことになってるなっていう、そういう気がしますね。友愛感謝と地元の人っていうのをやっぱりつなげるっていうことが一つの友愛感謝を根付かせる本当一番大きなキーポイントになるっていうのは、私の父がいたからこそ何も縁がなかった彼もすぐスムーズに溶け込めたっていう点があるんですが、そういうのがない方の橋渡しをしたいっていう思いがやっぱりあって、
それであの島クラスっていう、まあ、団体をちょっと仲間と立ち上げて、で その団体とあと定住促進委員会とかいろんな方々を巻き込んで月に1回浜の掃除をしたりとか、でその島をただ観光するだけじゃなくて暮らしごとツアーをするっていうのを年に数回やってる中でも、あのジャムズガーデンもその視察のツアーの中に入っていたりですとか、あと新規事業農業をされているところを見学に行ったりとか、そういうことをやっぱりツアーの中で見せることによって、やっぱりその定住を本気で考えたりすることのきっかけにはなっているのかなと思いますね。農業だけでこうアピールするっていうのは結構やっぱりね、皆さんがやってるから難しいんですけど、例えばそれをジャムっていうキーワードで農業と一緒にアピールするとか、あのお寺の歌と一緒にこう農業をこうアピールするとかっていう、こうプラスアルファをなんか加えるとまだまだ可能性があるっていうのが農業だと本当思うので、そこをもっともっと掘り下げると日本各地のそれぞれの産物がもっともっと光って面白くなるんじゃないかなと思いますよね。